フォークランド海峡は二つの大きな島を分けている海峡である。フォークランド海峡とはフォークランド諸島にある海峡である。北東方向から南西方向にかけて走っており、西フォークランド島と東フォークランド島とを隔てている。この海峡は1690年にジョン・ストロングによって発見された。名称はフォークランドの名をしてけられたが、その名称は 諸島全体の古墙と海峡の東西にある二つの島にしか付けられていない。スペイン語ではエストレチョでサンカルロスと言い,い、この地に1768年に訪れた船舶サンカルロス号の名前を冠している。ただし、紛らわしいことに東フォークランド島に入れ込んでいる小さな入り江はサンカルロス湾と言い,い、その船名はサンカルロス、ポートサンカルロス、 サンカルロス側にもつけられている。ウェルフェア号に乗ったジョンストロングは1690年1月29日に、ポートフォワードに近いボールド湾で、有史上初めて東西のフォークランド島に上陸した。フォークランド海峡には、ナロー島、クレート島、ティセン諸島、スワン諸島といった島々が浮かんでいる。海峡の北端には、エディストーンガンがあり、南端には、アーチ諸島がある。 海峡に面する集落としては、アジャックスベイ、ポートサンカルロス、サンカルロスが、東、フォークランド島に、ポートホワードとフォックスベイが、西フォークランド島に存在する。海峡から伸びる入江には、グラントハム湾、サン、カルロス湾、ルックネス湾が、東、フォークランド島に、フォックス湾、ホワード湾が、西フォークランド島に存在する。西フォークランド島の人口海峡は、 図の左側に見える沈降部分である。東、フォークランド島の沈降海峡は右側にあり、図の右端に相当する。4億年ほど前、フォークランド諸島はゴンドワナ大陸の一部であり、現在のアフリカから分離し、アフリカから見て西方に移動した。約1億7000万年前のジュラキにはそれぞれ東、フォークランド島と西フォークランド島になったり口の断片は、 相対的に120度を回転した。その結果、西フォークランド島における終局線は南西北東へ島と同方向に走り、一方、東フォークランド島北部では終局が東西に走る。二つの陸地の境界であるフォークランド海峡断層は海峡の西岸に沿って存在する。若いラホニア層には終局が見られない。高深予においては、 海底は現在より46メートルほど浅く、佳境できるほどの深さであったと推定される。ありがとうございます。